こんにちは、こんばんは。二人のクラシックの会、歌の横山達夫です。そしてピアノは何作ってるんですか、はじめさん。ピアノ弾いてください、ピアノ。いやもう早く ピアノ担当の神田じめです。手がべっちょべちょでしょうね。はい、ということで今日歌いましたのは日本全国民が知っている赤とんぼ。これは童謡わらべ歌、鈴木美江吉という方が真に子供のための歌、子供の心を歌った歌、子供に押し付けるのではなく子供に自然に口ずさんでもらえる歌を作ろうという運動でこの童謡というのが作られました。それに数多くの有名な詩人、作曲家が賛同しました。その中に、三木露風先生。彼の幼少時代のエピソードを取り入れた詩がございます。父母がおらず、おじいちゃんに育てられた露風先生。子守のお姉さんに背負われて見た赤とんぼ。赤とんぼを見るたびに思い出す。若くして嫁いでいった彼女は、今は一体どうしているだろう。その体験をもとに、この曲は作られたんですね。山田耕作の美しいメロディーとともに日本で100年愛され続けている曲です。解説は2つほど。1番の歌詞、追われて、発音からはトンボを追っかけているという意味にも取れますが、背負われてという意味です。3番の姉や、実のお姉さんではなく子守として雇われていた姉やのことでございます。それでは、三木露風作詞、山田耕作作曲、赤とんぼ、いってみよう。Thank you.
また次の動画で。ありがとうございます。